15分だけ休憩ということで、やばい、ディップがない、やばい、血色がない。あ、サキンコちゃんありがとう、なんか届いたぞ、好きー、ありがとう。なおさんありがとう。ちょっと15分だけ休憩タイムなので一旦やります。明日のコメント舞台行く、ありがとう、ありがとうすぎ、嬉しい、本当に。スニーカー何履いてるんです、スニーカーは何だろう、アドとか言う、アディダスかな。親知らず抜いてきて痛いよね、私も抜いたよ前に、マジで痛かったもん、痛かったっていうか怖かった、すっごい。ハンちゃん生誕祭入ったけどサボテン一応、ハンちゃん生誕祭の時やってないです、サボテンえ、なになに、サボテンじゃないね、ハンちゃん生誕祭は、なんだっけ、ジャヌ、 HKT 超絶おじさんありがとう。一人で自主練、うん、今日誰もいなかった、ちょっと事務所全然いない。タータンさんありがとう、生誕祭、あ、カレンちゃんありがとう。生誕祭はやっぱさ、いや私めっちゃ映っちゃうからなんかやばいなって、 やばいなっていうかちょっと緊張するし、うん、そうだからちょっと目撃者公演の練習。 PK さんありがとう。卒業式おめでとう。フォクピグさんありがとう。今日はアイヤ撮影がね、もう朝早くてね、もうすごい朝早くて今眠い、もう超眠い。ジャンヌね、ジャンヌありがとう。フォクピグさんありがとう。え、晴れたよの悲しい、え、晴れるよね、私も晴れたよ、すごい。うん、眠み、お互いね、頑張ろうね、頑張ろう、ほんと頑張ろう。チロシさんありがとう。ねえ、そうね、ね、緊張するよね、生誕祭チーム公演でやるの初めてだからすごい緊張するのよ。あの緊張っていうか映るじゃん、めっちゃ多分な、普通に、いや緊張しちゃうんだよな。頑張ろう、間違いないね、頑張ろう間違えそう、知らない、差し入れしてあげて、ありがとうございます、頑張ります。カニタン、カニタンありがとうございます。のりさんありがとう、頑張ってね、ありがとう。 IT タイムたくさんだとね、やばいねもう昨日のパイオニアとかでさ、ちょっと笑っちゃったから、もうほんと危ない、生誕気をつけないと、どうしよう、あり、最初の寝てるところとか映されるよね多分、なんで笑っちゃいそう、にやけちゃいそう、どうしよう、マジでにやけそう、やばいやばい、マジでダメダメダメ。和樹さんありがとう。公演、え、ちゃんと埋まったのかな、埋まんのかな、明日は主役だもんね、明日はね、明日はね。カメさんファイトありがとう。追い込まれてるぞ、追い込まれてはないな、追い込まれてはない、なんか覚えなきゃいけない、やばい、追い込まれてるっていうのはないですよ。
結構さ、でもユニットとかさ、なんていうの、私昨日サボテンのさ小田さんのポジションやったから、なんかそのポジションとかもさ結構みんなごっちゃになっちゃってて、そう割とごちゃごちゃしちゃってるから、そう意外と私だって万華鏡しかやってなかったからさ、なんかそのなんか移動するのとかあんま慣れてないんだよね。言うて、かまいさんファイトありがとう、いっぱい伝えありがとう、嬉しい、愛知イコールよろしくね、こんにちは。ちょっとやっぱ目撃者はかっこいい公安なので、かっこいいとこをほんと見せられるように頑張りたいと思います。仕事戻ります、またバイバイ。今日はちょっと疲れちゃってると思うんで、夜早く寝ようかなって思ってる。明日公演だしね、間違えそうになったり間違えそうになったり、いやそうね、私も仕事戻ります、頑張って、あでも頑張るよ。今は自主練に来てて劇場にいます、劇場。ツイッターとインスタフォローしてきました、 ありがとうございます、嬉しい。あツイッターあとちょっとなんだよね、2万人まで。そう今日アイヤ撮影でした、アイヤ撮影コールがねあるから、夜はちょっと明日の準備をしようかなって思ってます。確定申告めっちゃ早めに私やったよ、お正月にのお父さんと一緒になんかやった明日楽しもうね、楽しもう、よろしくね。初劇場はありがたいね、愛知見まくるね、頼みました。昨日怖いことが起きたんだよね、昨日怖いことが起きた。なんかさちゃんとくさんありがとう、タクシーさ乗ってたらさ、夜さタクシー乗ってたら運転手さんがさ、運転手さんがさなんかスーって音が聞こえたの、クーみたいな、ちょっとスーというかなんか聞こえたのよ、運転手さんから。あくにしょうさんいつもありがとう、ありがとう、聞こえてえっと思って運転手さん見たらさ、えなんか寝かけてたの、赤で止まってる時に。タータンさんありがとう、え、ちょっと待って待って、これちょっと居眠り運転じゃない、なんで寝てんのってちょっと思っちゃって、もうめっちゃ焦って、ってちょっと本当に止まった、息が止まりかけたの、本当に焦るくない、赤だったんだけど、その時赤信号で止まってたんだけど、スーってちょっと聞こえてさ、明らかにさこうやってってなってたの、そうこうやってってこうってなっちゃってて、ちょっと待ってと思って、私待って、これこの後事故るやんってな、ちょっとめっちゃ考えちゃった、ほんといろいろ。 PK さんありがとうございます、そう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 危なくない、怖くない、ちょっとマジで今生きてるからいいけどさ、その後なんかさ本当に事故ってたらもう終わってたよね、マジであれ怖くなっちゃった、もう最悪だからもう絶対起こすけど、そのなんか「えっ起きちゃうない!」とかめっちゃ大声で言うけど、赤の時にってなってってこうやって起きてたからあれだったけど、そうそうそう、シートベルト確認した、本当に怖かった、もう本当にだから昨日一人だったからさ、しかもそうでも私も「ってやったよ、その後って言って。本当に怖かった、もう超怖い話、もう初めてそんな、危ないよねちょっと、だから夜って危ないなって思った、マジで。そうすごい、本
当になんかあんなに何か動けなくなるんやと思って、私体が硬直したみたいな。これはちょっと、おどんさんありがとう。マネージャーさん電話しなかった、でもしなかった。でももっとそれ以上なんかこううーんとかなっちゃってたら知ってたかもしれないけど、なんかちょっとコクってなってて、そうで小田さんのやつがさ出てきたよね。小田さんのあの話がなんか出てきて、えって穏やかじゃないぞこれはってなってた。そうマジでやばいよねこれ、怖すぎるよね。ラビットで気になり始めました。あラビット新規さん、そんな方がいたとは、嬉しい、ありがとう。走行中だったらもう終わり、走行中だったらちょっと起きてくださいだだだアラームめっちゃかける。本当に危ない、これがさ私厄年とかさだったらもうなんかもしかして事故ってたか分かんないけど、怖いよ今すごく忙しい。ああそうなんだ、やっぱり忙しそう。怖い思いをしました、なんだかちょっと、ねえなんか交通事故系本当に怖いよねマジで。なんかいっかい事故ったりしたらなんかトラウマになりそうだよね。早い話だよ、笑えないよねその時私、うん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 ちょっと待ってってな、ちょっと待ってくれってなって、うんっていうね。そう MC ネタで話すようなものじゃないこれは、もうガチコアなやつだからショールームで話した。車運転しなくてもそういう目に遭う可能性はあったからマジで、そうタクシーもちょっと怖いなってなっちゃう。え音聞こえない、なんでなんで、嘘なんか音押しちゃったかな、押しちゃったのかな。あ、リロードしたらなんでだろう。私何も押してないのに。はあ。ちょっともうちょっと練習して。帰る、ちょっと練習しよう。15分経ったらまた練習してきます。疲れちゃった。今何時、あーなるほど、頑張ります。クキオさんありがとう。そうだね、ちょっとやりすぎてもね足がね疲れちゃうんで、緊張してるかな。ちょっと超絶おじさんありがとう。1352ありがとうございます。経ちました15分。
13位、大木さん12位、チェジン4さん11位、34位、CP さん10位、クロちゃんさん9位、赤いグリフォンさん8位、ノッツさん7位、井上義弘さん6位、ナオさん5位、ノリさん4位、タータンさん3位、ピッケスさん2位、クニショウさん1位、フォグピクさんです。ちょっととりあえず頭から最後まで通して終わろうかなって思ってます。修練はちょっと一個ずつ確認して終わろうと思ってる。不安だから明日映るからね。ではありがとうございました。皆さん頑張ります。だねー。